ただ僕の作品の中に流れるベース、僕の作品のベースになっているものの一つにその Life is only one というのがあるんだなと、そういうのは思ってたので、必然的でもないんですけど適当でもない、なんて言ったらいいんだろうね、まあ、パッと浮かんでこれにしようと思った感じなんだよね。なんか本当はそういうタイトルの作品があるけど、どのタイトルの どの作品のタイトルを使っても多分展覧会の題名にはなったと思う。人生についてはまだまだ考え中です。よく分かんない自分もまだ。やっぱりちょっとシリアスになったっていうことかな。それまでは割と楽しさの中からも作品は生まれてきたし、まあ、悲しさの中からも生まれてきたし、まあ、感情から生まれてきたことには変わりないんだけど、震災を経験した後ではやっぱ楽しさよりもその悲しさを乗り越えるような、なんか静かだけども力のあるものっていうのを作ろうと思うようになったと思います。それ以前の作品っていうのはすごくオーバーアクションな構図だったり、すごく感情があらわになってたり、そういうものを描いてた気がするんだけど、やっぱ最近のものは本当に上半身ポートレートみたいな真正面からこう向き合ったような構図が多くなって、で非常に表情がわからない、怒ってるのか悲しんでいるのか笑ってるのかわからない、なんか見るものが問いかけないとわからないような絵になってきてますね。多分刹那的に何かを訴えかけるような、感情的に刹那的に訴えかけるようなものではなくて、なんかもっと普遍性のあるものを、美的にも絵画的にも普遍性のあるものをやろうとしているのかなとも思ったりするんだけど。